あ、そうですね、そろそろ出発の時間だ、はい、じゃあ行ってまいります。はい。おお、ついに出発された。どうなるんだ。おお、はい、こんにちは、宇宙飛行士のまえちゃんねる前原です。はい、今日は大物こちらですね。うん、レゴアイディアス NASA アポロサターン5です。はい、ということでこちらですね、2017年6月に発売されたサターン5ロケットって、あのアポロ計画のレゴが登場しましたので購入しました。はい、はい、じゃあ早速作っていきましょう。うん、はい、ということで完成しました。こちらがサターン5ロケットですね。見てください、この全長でかいね。ほら、まだある、ここまで。いや、これね、史上最高かな。映ってる？あー、ここまでくれば映るかな。ここまでくれば映るね。うん、イシン君のだいたい胸の高さぐらいまでありますね。今回のレゴアイディアはすごくね、この作り方の冊子からして違いました。うん、なぜかというと、これ中開けるとね、ほら、サターン5の歴史とかこういうものが載ってるわけですよ。で、ここまで来てようやくできると。そうそう、作り方になるわけですね。うん、でこの箱の裏側にあった通りですね、なんと分離できます。第一ロケット点火してボーって飛んでいくじゃんね。うん、第一弾ロケットが切り離されます。せーの、これが怖い。ちょっと待って、ちょっと怖い、これちょっと怖い。おーっ、あー、え、今なんかありましたか。なんもないと思うけどね。うん、まあ、こんな感じで、第一弾ロケット切り離されますね。はい、そうすると第二弾ロケットボーって点火して、これで宇宙まで行くわけですね。はい、でこの次が、どこだっけ。ここかな、ここか。あ、これこれこれ、はい、これ第3弾ロケットですね。はい、点火して、でこの上が外れるようになってますね。この部分これパカッとね、これ宇宙行ってからね、うん、この上のフェアリングが外れます。はい、これね、うん、そうすると中に月着陸船が入ってるんですね。おー、こうパカッと外れて、これで月に向かうわけですね。おー、で月に到着したら、この月着陸船が分離され月に着陸します。はい、見事に月に着陸するわけですね。はい、でちゃんと宇宙飛行士たちもおりますね。はい、すごい。これミニフィグのちっちゃいやつです。はい、うん、ちゃんとね、ほらレゴのミニフィグっぽく頭はボコがついてるでしょ。うん、うん、で、このアメリカの国旗も立ってますね。はい、うん、こんな感じで月に着陸しました。はい、で今度はこの着陸船がボーって浮上して、再びこれにドッキングするわけですね。はい、地球に向けて帰ってくるわけです。うん、で最後に、この部分とこの部分を分離して大気圏に突入しますね。はい、ボーっとね。うん、そしてパラシュートを開いて海にボシャーンと、はいね、これ浮き輪だね、周りね。うん、で無事に地球に帰ってこれたという、ここまでがセットになっております。すごいというですね、とんでもなく巨大なセットになっておりますね。はい、すごいよね。うん、これはね、すごい、もう見つけた時に絶対買おうと思った。うんうん、ちなみに、レゴストアで購入しましたね、これはね。はい、あとですね、こういった柱もついてました。これは何かというと、はい、こんな感じでこのサタンロケットの台になるわけですね。はい、これでまあ横置きにも展示できる、展示っていうか飾っておけるわけなんだけど、これ実はヘシングもパパも見たことあるんだけど、どっかわかる？ NASA のスペースセンター。そうそうそう、ケネディ宇宙センターで見た。そう、展示されてました。うん、しかもここね、ちゃんと分離されて展示されてましたね。うん、あれはすっごい巨大だったけど、まさにそんな感じだよね。うん、だから本当にこのレゴのミニフィグ、このミニサイズのこれが人だとすると本当にこのサイズだったよね。うん、うわー、でっかいなーってね。そうそうそう、そのね、あのケネディスペースセンターの模様は、あの
この辺から見られますのでぜひ見てみてください、はい、細かく見ていきましょうか、はい、まずはこの第一弾ロケットのあたり、このエンジンとかすごくよくできてますよね、これね、はい、ちゃんと火も出てるんだよね、そうだね、でちゃんと USA と刻まれておりますね、はい、USA ダーッと来てちゃんとアメリカ国旗がありますね、はい、続いてこちらが第2弾ロケットですね、はい、これもすごくよくできてるよね、うん、でユナイテッドステイツという文字もあります、はい、この辺りがすごく好き、うん、このシマ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 ってなってるところ、うん、続いてこちらが第3弾ロケットですね、はい、こんな感じ、この辺はすごくシンプルですね、うんうん、で一番前がなんかこんな骨組みみたいな感じになってますね、はい、はい、ちなみにこのレゴアイディアスは1969ピースありました。それで対象年齢は14歳以上ということなので今回は全部僕が作ってみましたね、はい、はい、そうですね、初めて親子で宇宙飛行士として月に行くのですごい楽しみですね、はい、はい、僕は宇宙来たーって言いますよ、はいはい、僕は予約月の地面に立てたって言いたいです。そうですか、あ、そうですね、そろそろ出発の時間だ、はい、じゃあ行ってまいります、はい、おお、ついに出発されたどうねなんだ、おお、第一弾ロケットを切り離します、第二弾ロケットを切り離します、ドン、第三弾ロケットを切り離します、よし、では月の軌道へ行きます、ボー、月へ着陸します、ついに月に着陸しました、やったー、ついに月の地面に立つ時が来た、よし、じゃあ早速外出てみようか、うん、月は6分の1の重力だね、やっぱ軽いね体が、うん、よし、じゃあこちら日本人だけどアメリカ国旗立てちゃうか、そうだね、早いもんでもう月とはおさらばだ、さようなら月、ボー、見えてきたぞ、再びドッキング、よし、じゃあ次は地球に向けて出発だ、やった、地球が見えたぞ、エイシンくん、よかった、じゃあついに最終段階、バキーン、バキーン、パラシュートを開いて、やった、借りた、あー、よかった、うん、うわー、ここって海やった、はい、ということで今回はレゴアイディアスの NASA アポロサターン5でした、はい、ということで今日の動画面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします、はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください、そうやってチャンネル登録もよろしくね、よろしくね、ということで今回は以上でございます、バイバーイ。